このスバふぅ、気持ちよかったわね。本当に体が温まってポカポカね。ええ、いつもよりさらに強力な爆裂魔法を打てる気がします。ああ、トロールの重い一撃にも耐えられそうだ。温泉ってのはいいもんだな。温泉卵もうまかった。またすぐ食べられるわよ。クエストを片付けたら帰りに寄りましょう。でも師匠はさすがですわね。何がだ。だってお風呂を覗いてみんなを驚かせようとしてたんでしょ。どんな時もいたずらを忘れない、素晴らしいですわ。リックシュ。不機嫌ですわね。もしかして私がバスタオルをうまく剥げなかったから怒っていらっしゃるんですか。リックシュ。ねえメル、この男のことなら何も気にすることなんかないわ。ほら、いつまでもブスッとしてないで元気出しなさいよ。温泉のぞき魔のカズマさん。リックシュ。クエストの前に温泉で風邪をひいたりしたら冒険者の直れですよ。温泉のぞき魔のカズマ。リックシュ。そんな言い方はひどいわよ。お風呂の周りをちょろちょろしてるドブネズミにも人権はあるんだから。はぁはぁ、くしゃーん。寒いな、ここ。この森に目的のトロールが生息してるはず。皆様、準備はよろしくて。ああ、さっさと片付けて帰りも温泉に寄ろうぜ。さっさと片付けて温泉に。まだ懲りてないのかしら。違うって。今度のは本当に汗を流す目的でだな。ちくしょう、みんなの目線が冷たい。それにしてもトロールか、なんだか久しぶりな気がするな。ダニエルとやり合っていた頃は頻繁に倒していたものだが。まさか生きていたとは驚きでしたね。そのせいでトロールもまた活発化してるんでしょうか。わかんないけど、あのトロールがリアたちをいじめるならミーヤがやっつけてやる。はぁ、友達のために戦おうとするミーヤちゃん、なんてけなげなの。まさか今回の依頼、ダニエルが討伐対象ってことはないよな。そしたら高額の理由も納得だが。そうだとしてもトールハンマーはもうありません。我が爆裂魔法で一撃で葬り去ってやりますよ。この方向、現れたぞ。普通のトロールか、これなら楽勝。いや、思ったより数が多いな。は？数は多くてもやっぱり雑魚ね。こんな雑魚を倒すだけで高額報酬がもらえるなんて、改めて考えても虫が良すぎるわ。話しなさい。いやー、助けてー。お前まで捕まってんのかミーア、アクア。苦しい、潰れる。私のお友達によくもひどい真似を。うわ、他のトロールも全員消えてなくなりなさい。
ごい力だな。トロールたちも全員感電か。ちょっと痺れたけど助かったぞメル。メル、この目、まさか力を使ったせいで自我が。クロス、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 クロス。トロールを倒すために魔力を高めすぎたのかしら。だあ、もうお前らが捕まるからだろうが。そんなこと言ってる場合じゃないわ。この子、殺気むき出しよ。メル、目を覚ませ。ミーアたちはもう助かったぞ。ほっとくわけにはいかないか。メルを落ち着かせるんだ。このスバ、冒険の軌跡をご覧になりますか。このスバ、あいつ一向に静まる気配がないな。おいメル、お前が助けてくれた友達のミーアだぞ。いい加減目を覚ましてくれ。友達、かろうじて声が届いている。いいぞミーア、もっとメルに声をかけ続けるんだ。早く目を覚ませ。トロールも倒したし、また温泉に行こう。温泉卵を作ってやるから。いけません。メルの体に強力な魔力が集まっています。離れましょう。この魔力、今まで以上の一撃が来るわ。やばいぞ。このまま俺たち全員あいつの雷で丸焦げに。チャーリー、今です。はい、ダニエル様。な、お前らは。飛来神よ、雷の力その身にたっぷりと浴びるがいい。カズマ見て、メルの雷が全部あの魔道具に吸い込まれていくわ。なんでダニエルが。まさかクエスト依頼でメルを指名したのも。ええ、そうです。魔道具に強力な雷エネルギーを貯蔵するために。今度は一体何を企んでいる。今にも真っ黒焦げになりかけていたのを救って差し上げた命の恩人に対して。失礼な人たちですね。どうせまた怪しい計画を立てているのでしょう。お察しの通り、これはこの先に始まる新たな計画の序章です。メルの力を私は手に入れる。力は吸い終えた。さあチャーリー、飛来神を私に刺すのです。蓄えたメルさんのエネルギーを私に注入してください。しかし、こんな強力なエネルギー注入しても大丈夫ですか。落雷のエネルギーの火ではありませんよ。大丈夫です。さあ早く。いや、ですが。なんだ、うちはもめか。これまで何度も実験を繰り返してきましたが、ダニエル様は毎回エネルギーの流入で黒焦げになってきました。チャリー、わざわざ彼らの前で恥ずかしい体験をお披露目しないでください。
私はダニエル様の一番の側近として、これ以上ダニエル様を危険にさらすわけには参りません。主君よ、お許しを。これが私の答えです。すべてはダニエル様のために。誰？チャーリーはどこに？ダニエル様、私がチャーリーです。うまくいったみたいですね。そんな、まさかメルの力を吸収した影響で姿が？魔道具を改良したと言ってたし、その副作用かしら。どんな姿になろうと、私はダニエル様の忠実な部下。その忠義心がきっと奇跡を起こしたのです。素晴らしいですよ、チャーリー。声はあの男のまんまなんですけど。気持ち悪いです。さあチャーリー、早速生まれ変わったあなたの力を彼らに披露してあげなさい。よい。それではまずは小手調べといきましょうか。覚悟なさい。いーなーずーまー。すごい、なんという効果力。これはトールハンマーと同等、いや、それ以上かもしれません。まずいわよ、カズマ君。あんなものをまともに受けたら、私たちひとたまりもないわ。メルも起きないし、ここは一旦引いた方が良さそうね。メル、しっかりしろ。ダクデス、メルをおんぶしてやってくれ。メリッサの言う通り、みんな、ここは一旦撤退するぞ。クルシュバ。キャラエピソードとこのすば